どうもこんにちは。宣伝部長のこっちです。今日は警察の狙いが明らかにということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでね、ガーシーさんのまあ、ご実家の方に家宅捜索が入ってからですね、まあ、まあ、特にあとね、ガーシーさんがやっぱね、号泣生放送した後からですね、まあ、それに対してなんかこう、弱ったところを叩くみたいなね、まあそういうのが多くて見てて本当にね、気分が <laughs> 悪いですね。はい。で まあねその標的にされた人からするとまあそういうのいろいろあるのかもわかりませんがまあなんなんて言うんだろうなお互い様みたいな感じの人もいるっていうかまあそもそもですけど暴暴露露さされれるるよようなな悪いいこことととをしてててたりとかろ、まあ、んなことが起きてるわけですよねまあそのことについて、まあ、ガーシーさんがまあちこち噛みついてったわけなんですけどもうそれ全部をね全然擁護するつもりはないんですけど。 国家権力によるね私は暴走だと見てるのでだからそれがやっ今回のことをだからあの認めるっていうことになっていくとじゃあその標的が場合によっては自分になるかもしれないですよね。で基本的な庶民はほとんどあのそういう対象になりづらいんですけどまあ、なるか日本の司法制度がおかしいから <laughs> まあいずれにしても最近ウイニーとかですね袴田事件とかそういういろんな話を見てるとですねもう本当に。 本当にこの国の、まあ、警察っていうのかな司法っていうのかもう制度が腐ってるあのもう終わってんなっていうふうに思うのでだからこの状態を是としてるのかなっていう感じなんです要するに今この状態でガーシーさんを叩くっていうことがね別に叩くと同時におかしいと思うと同時にでもこのやり方はおかしいと思うっていうのセットだったらわかるんですけどまともな人はそんな感じの人ですよだけどまあそうじゃない のがまあ、ちょっと散見されるんでねどうかなって私個人としてね思ってるって感じなんですけどはいまあいずれにしてもですねまあいろ,いろこう世間的に騒動になってるんでいろんな専門家もねいろんなことを言ってるんでその辺含めて今日は見ていきたいというふうに思いますはいえっとねこちらはね FNN プライムオンラインさんの記事になるわけなんですけどもタイトルだけでいいかなガーシー容疑者動画集 <laughs> 配信収入の大部分は妹名義口座に実質的な資金管理口座かということで、まあ、これについてはわからないですよね、だからガーシーさんが稼いだお金があります、それを仕送りしたのか、あるいはもう口座を口座っていうか、妹さんのところに口座を借りて、まあ、そこに送金してたのかっていうのはちょっと分かりませんが、で、えっとですね、動画配信によるガーシー容疑者の収入のほとんどはネット銀行を返して、妹名義の口座に入ってた。 ことが分かったったていう感じなんでねであのこれが何か悪いこかのごとくあの報じられてんですけどこれは別に普通に納税してるんですか、まあ、どういう立てつけにしてるのかよくわからないんですけどまあ預け預け金なのかまあ、私その制度よくわかんないですけどこれでなんか脱税してるとかまあそういう話になるとそれはよくないことなんでしょうけどねだけど別にまあ一緒にまあ なんか普通にただの仕送りだったりとかいわゆるガーシーさんがちょっと名義なんですか、ね、銀行口座って作る,作るのが時間がかかるってなって一旦じゃあお借りしてそこに入れといてじゃあ戻すねみたいな話なのかそっちについては私はよくわかりませんけどこれはねもうちょっといずれ明らかになるしご本人がねなんか言うかもしれませんけどあの何、ー、て言うんだろうな <laughs> あのも,うもうなんか本当に白を黒あるいはグレーを黒にするみたいなことをずっとやってる感じがしてて。 これ何が悪いのかなと思ってて、そう。で、ただこれ見ると、もう犯罪のお金がもう流れてたんじゃないかみたいな感じでやってるじゃないですか。で、これが印象操作だと思うんですよねで。で、この印象操作に乗った専門家の方がいらっしゃって、それをちょっとご紹介したいんですけど、こちらの前田さんっていう方がですね、と特捜、元特捜部主任検事か。 で特捜部といえば、まあ、勝手に事件作ってですね、逮捕するっていうね、まあ、まあ、そういうことばっかりやってるわけじゃないでしょうけど、まあ、堀江さんの件なんか見てると、本当にわかるとおりだし、まあ、先日も、まあ、あれですね、えっ、ー、と、メタップスの元ね、えー、元っていうか、まあ、その創業者の方がですね、まあ、いろいろそういうね、裏の既得権益の話をする中で、特捜部に目つけられたら、もう白でも黒くにされちゃうみたいなね、まあ、そういう話をされてましたけど、その方が、まあ、ちょっといろいろおっしゃっていてですね、えっ、ー、と、 えと警察がガーシー前参議院議員の実家を捜索したと、で動画配信で得た収益を親族名義の預金,け預金口座経由で受け取ったと見ている模様ということですね。ということで、それに対して、でここに来て、なぜ警察が単なる脅迫罪ではなく、あえて暴力行為と処罰法違反の常習的脅迫罪でガーシー氏を立件したのか、また、けなぜ警察の捜査一課ではなく、経済事件を得意とする捜査二家を。 捜査を担当しているのかその理由がまあか見えてきたっていうことで,でこれはね要するにマネーロンダリングとか言ってるんですよねすなわちマネーロンダリングなどを規制している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に、えー、関する法律はあ財産上の不当な利益を得る目的で罪を犯し等々ってまあいろいろあるんですけどこれを、えっと、犯罪収益と規定した上で ままあまあそれでまあいろんなことをねえっと基礎前の口座凍結等々がまあできるっていう話らしいんですけどこのね犯罪収益っていうのがちょっとポイントなんですけどでもねちょっとここでやっぱり言いたいですけどそのねあのガーシーさんがやってることと週刊誌やってること何が違うんですかだからまあこんなんができるんだったらその週刊誌も全部これやれよって私は思いますけどね。いやだから <laughs> <ょっ> <laughs> いいやむちゃくちゃでしょって思いますけどねだからまあそれこそタイトルも書きましたけど、まあ、ウイニーの事件とか分かりやすいですけどやっぱ新しいものが出てきた時に脅威であると。でウイニーなんかね要するに、まあ、いろんなねいろんな既得権威にとって困るようなね本当のことがねやっぱ出てきちゃうと。 いうことでまあ無理やりですよね無理やり逮捕してまあいわゆるに騙すような形で本人に自白っていうんですかね長所にサインさせてみたいなことをやったわけですよねまあむちゃくちゃですよだからやっぱり本当に帰ってきてたら同じような感じで追い詰めてとかまあいろんな理由をつけてですねそうだからやったんじゃないかなって感じですかねだからなんか間違ってサインしちゃったらあのウイニーのその <laughs> なんていうんですかね作った天才プログラマーの人がですねだから無罪になるまでま何年間だ、まあ、とにかくプログラム書けないですよだからウィニーのなんか是正とか本当はしなきゃいけないのにできなくて、まあ、いわゆる暴走状態ですよねその作ったソフトが暴走状態になってて、まあ、それをどん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 バージョンアップさせなきゃいけないのに、まあ、それもできないみたいな感じプラス生きがいを奪われたっていうことですよねしかも日本の宝ですよね宝みたいな人たち でまあとにかく新しいことをして、要するに既得権益にとって、まあ不利益なことをやると、まあ、とにかく潰すと。だからガーシーさんも、いわゆる週刊誌、古いオールドなのが今ある週刊誌たちだとすると、その新しい形の週刊誌っぽいことをやってるわけですよね。だから、新しいものす全て潰せみたいな感じになってるから、やっぱり帰ってきてたらね、いろんなので潰されそうんじゃないかなってやっぱ思いますけどね。まああこういうい感じで、あのー なんて言ううだろうなこう法律関係者もそういうのは批判せずですね、日本の司法制度、まあ、こういうのに乗っかっていろいろ言ってるってこと自身については、まあ、解説なんでね、好きにしたらいいと思うんですけど、やっぱこの遅れてる司法制度、なんとかしようよとは思わないんですかね。で <laughs> ひどい <laughs>。えっと、それで、す、え、べ、ー、ての犯罪がその前提となっているわけではなくてね、その犯罪収益ってやつ。で、法定刑が、えっ、ー、と、長期4年以上の重罪か、特にリストアップされている犯罪に限られているっていうことですね。で、で、暴力処罰等違反の常習的脅迫罪は最高で5年だから、まあ、これが、まあ、こういう犯罪を入れて、まあ、なんていうんでしょうね、これ、犯罪収益に当たるみたいなところで、 あの逮捕しようとしてるんじゃないかっていうことを言ってるんですけどここでもう一個見ていただきたいのがあってはいえっとねこちらはね解散倍所の刑事事件についてってことで、まあ、今回ガーシーさんの件っていうのは会裁判所から出てる逮捕状なんですよねで,で解散場所算では扱えるっていうのが、まあ、基本的にここですね通常を 解散場所はは通常以上の刑を課すするることでできませんんっって言って言よねでしかし特別に法律で規定された罪に限り3年を超えない範囲で懲役を科すことができますって感じなんで特例みたいな感じで普段はだからまあ罰金刑ぐらいのことしかでしか逮捕状出せませんっていうところがガーシーさんの逮捕状出してるんですよ。わかりますでそうすると先ほど4年以上の重罪だとそのんですかねえっ、ー、と何でしたっけ えと犯罪収益みたいなもので、まあ、組織犯罪みたいな感じでね <laughs> だからマネーロンダリングだみたいな感じで親族すら場合によってはまあこうな逮捕みたいな話があるみたいなことが書いてあったんですけどいやもうそれ無理があるでしょいくらなんでもねと思うんですけどねだから帰ってきてた,たら本当にそんな感じで妹逮捕するぞ親もなんか関係してんじゃないかっつって追い詰めてなんかサインさせた可能性がありますよね。 いや恐ろしい恐ろしいですねガーシーさんがだからお母さんはあんなにかねやっぱりなんか人質に取られてやっぱあんなに弱くなっちゃうんだっていうのを見るとひょっとしたらなんかサインしてたかもわかんないですよねだからそれであのー、なんていうんだろうなもう弁護士入ってなんとか反撃しようと思ったらもう既にサインしちゃってて反撃しようと思ってもそのなんて言うんでしょうねじゃあ保釈するにあたって YouTube は絶対やっちゃいけません発信活動は絶対やっちゃいけませんみたいな。 条件をつけられると、まあ、実際判決が出るまでずっと何もできませんみたいなね、まあ、そういうことをやられた可能性があってそれが何年も日延ばしててっていうのをやられるとずっとも実質無効化するっていうことができたんじゃないのかっていうところですよねでパスポートも取り上げられたら海外に出られないって感じでそうだからねやっぱ今もう振り返れば振り返るほど帰ってこなくて本当に良かったのか。 かなまあ、ど,どっち転んだかわかんないですけどね、そこまでむちゃくちゃやる,やるのかどうかについては、今の時代の背景の中でどこまでできたのかってあると思うんで、まあでも世論がね、ちょっとひっある程度ひっくり返るの待ってからですね、明らかにこれ、返ってくるためにはね。とやっぱり思いましたね。まあだから、法治国家じゃないんでね、人治国家なんで <laughs>、本当に <laughs> ひどいなって思いますけどね。はいで はい、で、こちらがですね、その今お話した内容な、まあ、まとめた感じで私が実はツイートしてましたっていう感じなんですけど、えー、っとですね、元特捜検事が犯罪収益だと親族を収重罪に問うことが可能だと言ってますと、さっきのやつですね。はい、だから、場合によってはこの妹さんも犯罪ですよみたいなことを言ってるわけです、元特捜検事が。 ね、でそのためには法定刑が長期4年以上の駐在が必要なんだけれども、えー、常習的脅迫は最高で長期5年だから可能ってことを言ってたんですよね。だけど逮捕状っていうのは簡易裁判所から出てるんですよね。でそれが特別に認められた法律だとしても3年未満の、まあ、懲役刑しか出せないわけなんですけどねどうやってやんのみたいな話でまあこ,れこの辺はね法律のプロなんでねなんかこういうなんだろう こういうのでやっといてどう,どうするんだろう調べといてあとで治験の方に移送してなんかできるとかあるのかもしれないですけど、まあ、少なくとも現時点においては まあ今の逮捕状だと難しいんじゃないんですかねみたいな話だと私は理解してるんですけどまあ間違ってたらね申し訳ないんですけどまあでもプロが言ってるんでねプロがね、はい、合ってるのかなどうなんでしょうねまあ、いずれにしても様子見てみましょうプロみたいな人たちがですねゴールデンウィークまでには逮捕されるだなんだかんだも言ってるので まあそれについてはちょっとねお手並み拝見っていうところはやっぱあるんじゃないですかね。まあその前にガーシーさん帰ってきちゃうかもしれないし <laughs> その辺はちょっとよくわからないですけどまあ帰ってきちゃったらその通りだけど要するに海外にい,い,いて本当に逮捕できるんですかってことについてはゴールデンウィークまでにみたいな言ってた人たちはもう現地残ってるんでね。をもしできなかった場合はあの自分が無知でしたっていうことをちゃんと言わなきゃいけないですよね。もうううう、最近本当にね、あの、なんて言うんだろうなこうお でしょでそれなの印象操作でめちゃくちゃガーシーさんのイメージ下げてるってことは影響力むちゃくちゃあるわけですよ特にテレビっていうのはまああの NHK はまあ当然公共放送としての責任がありますけどそれ以外の民放も限られた電波帯を割り特別にね割り当てられてる方々なのでそれなりの公共性が求められるわけですよね。そそのの電波をを使っっってででですねやっぱり人の印象操作をした上でままあ、れに乗っかる形で、まあ色々言って ている方特に専門家っていう元警察官であるとかまあそういう専門家って肩書きをくっつけてこの人が言ってることは本当なんだろうなって思わせるような肩書くっつけて言ってた方々は間違ってた場合にちゃんと釈明をすべきだと思いますけどねテレビを使ってねはいぜひやってくださいと思いますしいい加減テレビもねそういう適当なことやっちゃいけないんですよ。 ってるんでまたただちょっと生放送が長いめちゃくちゃ長いんですよとでなんかこう新しいこと言うかなと思ってこうずっと待ってるんですけど同じ話がね、まあ、質問のせいなのかもしれないですけどずっとループしてるんでその <laughs> いやいいんですよそれやるの自由だしいい,いいんですけどまあ,あのためになる情報もたくさんあるんでね当然ありがたいしそれを無料でね配信していただいてるんでありがたいんですけどあのー、まあまあそれはいいとしてあの まあそこで本当のこといっぱい言ってます。だからこ、赤手配なんか出るわけないでしょとか、まあ、いろいろ言ってるわけです。で、あと、テレビのこともそれなりに暴露してて、まあ、結構、その、振り付けされるけど、でも僕、自分はもう、もうそのや,やりたくないと。やるんだ、もうやりたくないし、もう別にテレビなんか出なくてもいいしって姿勢なんで、まあ、結構最強ですよね。<laughs> だと思います。で、 だし、あの番組中に要するに国際指名手配みたいなのが流れたっていう時にいやそれをちゃんと訂正して間違ってますよみたいなことをちゃんと指摘したりだから本当はだからこういう人をテレビに出すべきって専門家でしょだからこういう自分の言動に責任を持って発信する人を出すんなきゃいけないんだけどテレビ側もまあ何て言うんだ自分たちにとって通報のいいことを言ってくれる人がいやだからこう流れ的にね自分たちはこう持ってきたい。 方向性があるじゃないですか、編集等もあるから。で、まあ今、こういなんで、こうなんで、こう言ってください。はい、わかりましたっていうのを専門家にただ言ってほしいだけなんですよね。はい。という形なので、はい。まあいろいろ、いろいろおかしいことありますけどね。はい。まあいろいろ、あの <laughs>、見直していきましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。